プロラテンセグウェイ部門優勝の増田大輔、塚田真美組です。おめでとうございました。ありがとうございます。同時に大変残念なニュースですけれども、これで選手の生活から引退されるということの発表がありましたが、今のお気持ちはどうですか？そうです、ちょっと清々しい気持ちで、はい、やりきったかなと思います。塚田組長はどうですか？いや、もう後悔なく有終の美で終わることができて本当に幸せです。ありがとうございます。良かったですね。今回のセグウェイはマイケル・ジャクソン、はい、まあ増田組としては得意技みたいな感じもちょっとテーマを聞いたときは思ったんですが、ありがとうございます。どんな感じでこのテーマにたどり着いた感じなんですかね？そうですね、もう昔からマイケルに憧れていて、もう最後って決めてたので、最後何にしようかなといろいろ考えてたんですけど、やっぱり好きなダンスで最後を終えたいなっていうことで、やっぱりマイケルやろうっていう2人で意見が一致しまして、マイケル一本で決まりました。はい、そうですね、やっぱり最後のセグウェイということで、こう例えば綺麗なルンバとかでこう感動的に終わるのも考えたんですけど、やっぱり私たちといえば、まあ、明るくハッピーに終わった方がいいよねっていうことになって、で、まあ、世界的にも私たちといえばマイケルのショーやる人たちねみたいな感じで言ってもらえてたので、やっぱりマイケル・ジャクソンをモチーフにやったものを最後にバンとぶちかまして、明るくハッピーに終わろうっていうことになりました。大変素敵でした。ありがとうございます。普通にダンスも素晴らしかったんですけど、本当にいつもドキドキハラハラさせるようなリフトと言っていいんですかね。ありがとうございます。すごい構成なんですけど、あれはどうやってその練習したりするものなんですか？いろんな今は動画でいろいろ見れるので、見てこれならできそうかなっていうのを選んで、まず挑戦、まずパーッと見て、すごいこれはもう一瞬ですごいなって思ったものをピックアップして、でもう全然わかんないですけど、自分たちでチャレンジしてみて、そうできるものをピックアップしてっていう感じで、たくさんできなくて却下になったものがたくさんあります。はい、すごいですね、はい、もうここら中内見メンザーで僕だったらもう多分一生できないです。本当に面白いです。では最後にですね、ファ、はい、ンの皆様に、はい、僕下がりますんで、マスクを取って一言ご挨拶してもらえればと思います。はい、ファンの皆さんへ一言。はい、競技からは引退しますけれども、ダンス界のためにこれから僕たちも精一杯違うステージでダンス界を盛り上げていきたいと思いますので、皆様これからも温かいご支援、ご声援、ごめんたついろいろよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。増田大輔、塚田真美組でした。おめでとうございました。ありがとうございました。私からも一言、私からも一言ですか、すいません。皆様、増田大輔、塚田真美組を、長い間応援していただき本当にありがとうございました。皆様の応援なくしてここまで続けることはできませんでした。自分たちも、まあ、ありがたい成績をいただきましたが、やはりその中で、衝突もしたりとか、まあ、苦しい場面もありました。そんな時、皆様が会場でこう喜んでもらう笑顔を想像し頑張ることができました。これからも、素晴らしい選手たくさんいらっしゃいます。ダンス界応援し続けてください。何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。塚田真美組でした。おめでとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。